小雨の降る朝9時頃、何やら男性の大声で目が覚めるも、気にせず布団にくるまってた。すると突然玄関が開く音がして声が大きくなり、わあ、ああ、とわめきながら、パンツ一枚の成人男性が2階にある私の部屋に駆け込んできた。足音が聞こえた時点で殺されると思って布団の中に頭までくるまった。下にいた母が慌てて追いかけて説得しようとするも、男は部屋の中で仰向けの大の字になってしまい、バタバタ暴れながら、ごめんなさい。もうしません。と大声で謝るばかりで話にならない。謝罪の言葉以外は、卑猥な呪文じみた言葉を繰り返して、怖かった。某番組をやってた頃で、江原さんと三輪さんが、なんちゃら言ってるのも笑えなかった。布団の中から、110番の後に、車で、10分の警察署に通報。しかし、交通事故があって、人間だかパトカーだかが出払っていて、来れないという。男がわめき続ける部屋に、二人の警察が来たのは、30分後。口にタオルを詰めて手錠をして、なぜか応援を呼び、救急車に加えて消防車も来た。丸腰の男を引きずり出すだけだから。応援に来た警察官3人は、ただ、私の汚部屋を見て、帰って行ったようなものだった。精神に障害があるということで、当然逮捕はなし。相手の親からの謝罪は、1500円の菓子折りだけだったけど、外面がいいのが災いして、文句も言えなかった。随分荒らされましたね。の言葉に、いえ、元からです。と答えたのも修羅場。最近市内で、通り魔があったのを知って、思い出しかきこ。数年前とはいえ、交通事故で出払っちゃうような警察署に、捕まえられるのだろうか。